つけてやって。でやってみたいじゃないか。出荷するのはもう今年の160トンは行き先決まってます。で、分けてくださいっていう業者の方いるんですが、順番待ちかな。誰かが辞めれば枠が空きますよっていうこと。木の年輪みたいな感じで、その一つの氷にしっかり歴史が刻まれてるっていうか、そしてもちろん硬いので、あの時間かけて固まってるからすごく硬いので、あの削った感じも全然違います。